トヨタトヨエース、トヨエース、トーアスは、トヨタ自動車が販売する、小型トラック。1954年、トヨペットライトトラック SKB 型として登場し、1956年に、トヨエースの愛称がつく。以来、今日に至るまでトヨタの小型トラックの主力の車の、一つとして販売されている。由来は、トヨタとエース、第一人車、最も優れたもの。 切り札からの合成後、20万通の応募、公募の中から決めた。太平洋戦争後、日本の小型トラック分野で主流であった、オート三輪に対抗する廉価な四輪、小型トラックとして開発され、小口物流トラック市場を、オート三輪から四輪トラックへ転換させるきっかとなった画期的なトラックである。当時の日本の自動車販売は、トラック市場がほとんどであったため、 これは日本の自動車業界にとって非常にセンセーショナルな出来事だった。以後、トヨタの小型トラックを代表するブランドとして長年にわたる生産が続いている。1八十五年登場の五代目モデルからは、台が二トン積み1五十九年と双子車となる。トヨエースは長らく一トンクラスのみの構成だったが、これにより二から三トンクラスもバリエーションに加わるように、 なった。他に、姉妹車として、ハイエーストラック2001年まで、ダイハツデルタ2003年まで、日野、レンジャーに、サン、あとに、デュトロに解消などが加わる。1999年以降は、日野自動車との共同開発となり2トン石以上の、車体に関しては、日野より OEM 供給を受ける形となる。2017年現在、 日本車の中の現存するモデルシリーズの中では、1954年に登場した同社のランドクルーザーの63年に、ついで2番目に長寿、8代61年な系列となっている。これは、同社のクラウン、1955年登場、14代62年よりも長い。ちなみに命名順だとランドクルーザー、1五十四年六月命名の年。 クラウン、1955年1月命名の62年、トヨエース、1956年7月命名の61年となる。トヨエース以後、トヨタにおいて、小型のワンボックス商用車及びその派生車種の多くは、トヨエースに習い、ハイエースなど、エースと命名されている。ルート版登場の経緯は、ハイエースに、現金輸送車に求められる走行を施すと重量が、み、 ハイエースの積載量1トンでは積載オーバーになることがあるため、トヨエースの2トン車をベースにバンにしたものである。トヨタ自動車は1947年に自社初の小型トラック、トヨペット SB 型 1000cc1 トン積みを発売し、小型トラック市場に参入した。由来はトヨタと競合する先行メーカーの日産、ダット産や高速機関工業、大田が 戦前型エンジンを拡大して、戦後型モデルに搭載したのに対し、戦後開発の 1000cc エンジンを搭載した、トヨペット小型トラック市場で好評を得、戦前以来の大型トラックと並ぶ、トヨタの主力製品となった。しかし1940年代後半から1950年代にかけての日本の小型トラック市場の主力は、オート三輪トラックであった。それらは、 同程度の積載量、750kg から1.5トンの4輪トラックよりも小回りが危機軽便で、しかも格段に廉価だったのである。オート3輪は、戦前以来のビッグ3である発動機製造、ダイハツ、東洋工業、松田、日本内燃機製造、黒金に加え、戦後の他業種参入組である中日本重工業、ブランドは、水市、三菱系、 愛知機械工業、ジャイアント、三井製機、オリエントなど多数のメーカーが出現し、部分的には四輪トラックを上回る高度な技術をも取り入れながら急激に市場を伸長させていった。だが、1950年代初頭のオート三輪は、オートバイ同様に前方のエンジン上のサドルに運転者がまたがり、前輪をバーハンドルで直接操縦する戦前以来の 原始的構造で、やはりバイク並みの吹きさらしの構造から、前方風防や屋根ホロを装備するレベルへと、ようやく発達し始めた状態であった。1952年発売の愛知機械工業、ジャイアント AA7 コンドル 1200cc が、日本の三輪トラックで初めてドア、構成ボディ、右側丸ハンドル完備のレベルに到達したものの、高価な上級モデルで普及せず、 その他のオート三輪メーカーが片側丸ハンドルやクーズドボディを実現したのは1950年代中期にまで遅れた。四輪車メーカーであるトヨタ自動車工業ではたとえレンカとはいえこのように快適性に欠け高速安定性も良くない三輪トラックにユーザーは必ずしも満足していないであろうと見ていた。そこでオート三輪よりも快適で 価格面でも対抗し得る廉価な四輪トラックを提供し、既存の小型四輪トラックに止まらず、オート三輪の巨大な市場をも攻略することを起と、したのある。織下もトヨタでは、従来の主力エンジンであった初代、S 型エンジン、水冷直列4気筒サイドバルブ 995cc、1952年時点での出力 27PS4。PS 000rpm に代わって、より近代化され、排気量も拡大された強力な R 型エンジン、水冷直列4気筒オフ 2453cc48pS4000rpm が開発され、1953年以降の乗用車、小型トラック用エンジンを R 型に置き換える措置取られた。この結果、既存モデルの性能強化は実現したが、 S, S 型エンジンの生産設備は有給化してしまうことになった。そこで S 型エンジンを搭載した廉価な小型トラックを開発し、オート三輪対抗モデルとする着想が生まれた。こうして開発されたのが初代トヨエースとなるトヨペット SKB 型であった。SK PK20 から 30K Y10K Y20 3040K 大なりの 1984年にインドネシアのトヨタモーターマニュファクチャリングインドネシアで生産が開始され、キャブは Y30K をベースとしている。エンジンは3バイト型を搭載する。長きにわたり4台目トヨエース後期型と同じフロントグリルで生産されていたが、末期には角型2頭のオリジナルのフロントグリルに変更され、2002年に7台目ベースにフルモデルチェンジするまで生産された。 u 八十点九零 k 二トンから三点五トン席 y 五十点六零 k 一トンから一点五トン席 y 百0 0 k 1トンから一点五トン席 u 百から二百0 k 2トンから三トン席 f b 四 j 五バイト K、三トンから三点五トン席百五十六年の SKB が社団法人自動車技術会の日本の自動車技術百八十線の トラック部門で選出されている。また、ここには、1953年の R 型、エンジン登場により生産が減少した S 型エンジン、947年とヨタ自動車が、最初の小型エンジンとして、生産の有効利用として検討されたとの趣旨の記述がある。車よ、どこへ行きたもうや、あるエンジニアによる、リーシノキ、中村よしおちょ。 グランプリ出版 ISBN4 から90万6189から83から 0P91。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。